はい皆さんこんにちはグッキンです今回はですねコピーライティングにおける GDT の法則というものについて説明していきたいと思いますはいでまず GDT の法則についてなんですけれども GDT の法則っていうのは主に人の感情を大きく動かすためのテクニックですね文章で人の感情を大きく動かすためのテクニックですねでまあ人の欲望っていうのはこの GDT と 大きく3つに分けることができてその3つもそれぞれ3つに分かれているので全部で9つの欲求があるということになりますで、まあ、その欲求っていうのを揺さぶることによって感情を動かしていくということですねではその欲求について見ていきましょうでまずゴールズということでこれは人が持つ3つの目標ですねそれをゴールズと言います 次に desires こちらは三大願望ということで全ての人が抱く3つの願望ということですね次に teasers 三大本性ということで人が持っている3つの本性ということですねではこれらについて一つずつ見ていきましょうはいでまあ goals ということで人が抱く目標ですね 3つの目標があると言ったんですけどもそれを見ていきたいと思いますまず1つ目が時間ですね時間をかけたくないで2つ目がお金たくさん稼ぎたいで3つ目が労力努力したくないこの3つの目標っていうのを多くの人は抱いているということですねこれらの欲求を刺激する文章を書けば人の心は動きやすいってことですね でまあ、例えばこの時間、お金、労力っていうものを全てに対して、えー、訴えかける文章を書くとするならば、えー、こんな感じですね、えー、1日5分のコピペで月収100万円みたいな、えーまああのー、ネットビジネス界でよく見かけるやつだと思うんですけど、えーまあ、そういったものっていうのはここに訴えかけてるわけですね、えーまあ、こういうノウハウが実際にあるかどうかっていうのは、まあ、また別な話で、まあ、こういう文章がこのゴールズの部分に働きかけるっていうことですね 続いて Desires ということでこちらは三大願望ということだったんですけども一つずつ見ていきますとまず品欲これは富や名声が欲しいという気持ちですね次に色欲これはモテたいとか綺麗になりたいとかまた性欲とかそういったものですね次に快適快適っていうのは 苦痛や悩みから解放されたいという気持ちですねストレスフリーになりたいみたいな感じですねこの3つの願望に訴えかけることによってもかなり人の心を動かすことができるということですね試しにこの3つを含んだコピーっていうのを見てみますとこんな感じですね起業して社長になれば美女と付き合えるし今より広いマンションに住めますよとか っていうのだと、これを全部含んだ形になりますね。この品欲の部分、ここが社長になるっていうところ、そしてこの美女と付き合えるっていう部分がこの色欲のところですね。今より広いマンションに住めますよっていうところで、この快適なところに売ってかけているということですね。こういったところがディザイアーズ、人の願望というものになります。最後にティーザーズ、こちらは人の本性ということで、 まず、興味、知りたい、気になるっていう気持ちですね。次に、物議、反社会的、常識外みたいなものですね。で、最後に、気象、これは限定とか、希少レアみたいなものですね。こういうとこに訴えかけることによっても、人の心っていうのはかなり動かすことができるっていうことですね。で、ここでも例文を出してみますと、こんな感じに、極秘。 えー、合法的に盗品を売りさばく方法を限定10人に大公開みたいな感じで、まあ、かなり刺激的なものなんですけど、まあ、まずこの極秘っていうところで、まあ、この興味っていうのをちょっと引くってことですねあな何だろう知りたい気になるっていうふうに思ってもらうそして、えー、この合法的に盗品を売りさばくっていうところで、えーまあ、この反社会的、えーまあ、常識外っていうところの物議っていうものに訴えかける そして、まあ、限定10人に大公開ということで、えー、この希少性にも訴えかけるっていうことですね、えー、これがまあティーザーズ本章に訴えかける、えー、文章ということになりますはい、えー、で最後にまとめますと、えーまあ、GDT を使えば、まあ、読者の反応というのは確実に上がるんですね、まあ、コピーライティングは心を動かすスキルっていうふうにも言われるんですけど、えーまあえー、こういう感情を動かすことができるからこそ、えー、コピーライティングは人の心を動かせるんですね で、えー、前提としてこの GDT っていうのは、えー、この G から順番にどんどん強くなっていきますねなので、まあ、この T への訴えかけっていうのが、えー、一番欲望を刺激するんですね、えー、T っていうのがまあその3つが、えー、一番読者の感情っていうものを動かしやすいっていうことですね でまあ、あの前提としてこの GDT の法則、まあ、全部で9つの欲望があったと思うんですけど、まあ、全てを無理に入れなくて良いということですね、まあ、全部入れようと思うと、まあ、それこそあのメッセージがバラバラになったりとか、えー、まあ言いたいことが、えー、バラバラになったりしてしまうので、えー、まあ無理には入れない方がいいですね、えー、自然な流れで入れられる時だけ入れていくという考え方でいいと思います。 えまあ、他の動画でですね、まあ、3つのワンっていう話をしてて、まあえー、そこではまあ読者を混乱させてはいけないっていう話をしてるんですけど、まあ、そういった意味でも、まあ、あんまり詰め込みすぎない方がいいっていうことですね、えーまあ、その辺を踏まえた上で、えー、うまく文章の中に、えー、散りばめていってください、はいえー、というわけで、えー、今回はコピーライティングにおける、えー、GDT の、えー、法則についてのお話をしました、えー、最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました ここまで動画をご覧いただきありがとうございます。えー、YouTube チャンネルや、えー、ブログの方では、えー、最新の情報を、えー、どんどん更新していますので、えー、もしよければ登録してください。はい、えー、というわけで次回の動画でまたお会いしましょう。